はいどうも皆さんこんにちは、ムーポンです。よしウルワード今日もやっていきましょう。で、セーブとかどうするのってちょっと思ってたんですけど、普通にタイトルに戻ったらセーブされてたみたいなんで、なんか自動セーブっぽいですね。で、あ、タイトルに戻ると一応あれなんですね、その標準的な、まあ、いつものヨッシーのカラーに戻っちゃうみたいなんで、まあね、これが一番おなじみヨッシーっていうとこあるんで、まあ、あの彼使わせといたらええやろみたいなね、ちょっと任天堂のあの気遣いをね真に受けたところではあるんですけど、今回はちょっとね、断るってして、フラワーヨッシー使っちゃいましょうか。まあ、せっかくなんでね、なかなか、あれですよね、デーハーですよね。すげえデザイン。ね、なんかもう、だってお花だぜ。ほっぺたに顔があるんですよ。もうワクワクしちゃいますよね。ということで、ね、ワールド1の、今度2ですよね。行きましょうか。あ、ヘイホーが飛んでるの、怖い。まあ、そのね、ヘイホーに、まあ、ビビらずに今回はね。で、飛び跳ねの森、ワールド1の2、やっていきましょうか。で、パワーバッジ、ヨッシーがパワーアップするバッジをビーズと交換できます。あー、はいはいはい。なんか買い物に使うんですか？なるほど。おー。あの、コースをクリアするってあるんですけど。ちょっと待って。いや、これは、あかんやろ。まあ、バッジを使わないでね、やっていきましょうか。っていうことはあれですか、1の1を一生遊び続けることによって、全部のステージを飛ばし続けることもやろうと思えばできるんかな。まあ、多分、どうしてもクリアできない時用の、多分、救済として用意してくれてるんでしょうね。で、ジャンプして、クルリンパ、おお、跳ねる、いいね。ぴょん。これタイミングで高さが変わるとかってあるんですかね？特になさそうかな。で、プロペラの色は黄色と緑の綺麗なお花みたいなカラーで、お、なんか出た。ちょっと待って、それは聞いてない。見つけた。イエーイ、やったぜ。これで体力がちょっと余裕できましたね。なんかどんぐらい食らうかとかはまだよく把握してないんで、なんか余裕なのかどうかもよく分かってないんですけど、まあ、究極を言ってしまえばね、上手い人なんかは多分ノーダメージでクリアすると思うんで、まあそういう人からすると多分余裕のあれなんでしょうね。で、この糸が出てるのは、もしや、食べれないか。なんか食べれるやつと食べれないやつの違いって、やっぱりその、糸が飛び出してるかどうかやと思うんですけど、糸っていうよりかは多分あれですかね、そのなんか道端に生えたツタみたいな、それを表現してるのかな。なんでこれは多分飲み込もうとしても関係なさそうなんですけど、わー、すごい、なんか降りようと思ったのに登ってしまうぐらいジャンプ力が高くて困っちゃうんですけど、この継ぎはぎになってる糸気になるよね。なんなんでしょうね。まあ、特別なんかあるわけではないのかな。まあ、そういうデザイン、お、入れちゃうやん。そういうデザインなのでしょうかね、おそらく。透けてますもんね。っていうか、継ぎはぎ、使ってなくね、ここ。あれ？まあ。外側をね、側を縫う分には多分、必要なと思うんで。で、ここは踏ん張りジャンプで登っていく。で、あ、見つけた、毛糸。で、これに沿って踏ん張りジャンプ。ちょっと高さ足りなかったね。で、おー、すげー飛ばされた。え、これ戻れなくね？あ、なんで、取りこぼしとかがないようにいかないとっていう感じなんですよね。いや、それちょっと危ないな。食べたい？おー、食べたい。やったぜ。食べた。で、毛糸ゲット。で、高さ。高いところからジャンプして、で、ああ、ぴょんぴょん跳ねてるのがちょっとね、事故りそうで怖いんですけど、こっちも食べちゃう。で、お花みたいなビーズがあって、ハンコゲット。ハンコは何なんやろうな。なんか、
まあおそらく収集要素なんでしょうけど、でおなんか怪しいなと思ったらやっぱりありましたか。で、ライフが満タンかなこれで。で、踏ん張りジャンプして、で卵を補充して、で足場作って、でうーんよーし。で、あれなんですね、大きいビーズはおそらくあのお宝っぽいハンコなのかなっていう感じですよね。うわーっていうかいっぱい出てくる。いやーやったぜ全部いただき。で、こっち行って、で下に道が作られているけど、ここ入ろうとすると、あ入れないそういうことね。素直に降りてたら全部取れましたよと、そういうわけですか。で、その枠が気になるけど、その枠が気になるけど、おっ、わあ、あ死んだひでえやあ、補充用の玉が落ちてきた。で、こっちも待ち構えて食べちゃうと。よし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 。あ、とはいえ玉はあるわなんでそんなに心配することもなく、あの使いたい放題で打ちまくっても、一応え当たり引いた、やった交換してこうぜ。あちっちゃい、あたまに当たり入ってんねや、いいなこれ、やったじゃああれか、やろうと思えば全部大きいやつに変えていくっていうことも多分できちゃうんですかね。でここにぶつけてどうなるの。あ足場ができた、あっちに行けということですよね。でじゃあ行っちゃいましょうと。でとりあえず彼は食べてしまって、食べてしまって、でハテナがあるけど、ハテナなんだ、ミニゲームとか。あ中間地点入った。ただ あれですよね、なんかこの隠しみたいなところ、隠しっていうほどでもなかったような気がするんですけど、行ってみましょうか。お、あー後ろの世界、裏世界に来ましたよ、やったぜ。わあめっちゃ飛ぶ、イエーイ。ハンコもいっぱい落ちてる、助かる助かるっていうかありがてえ。あー届かなかった、よし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 、これで全部回収かな。で全部回収ですよね疑心暗鬼。あーまあ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 、行っちゃいましょうか次。あのハテナがね今ちょっと気になってしょうがないんで、僕的に。なんでまあまあまあ先々行っちゃいましょう。でこのステージまだあれですよね、糸を巻き取って解放する場所見つかってないよね。おえはい、あ人体錬成されたパラソルヨッシー、えなんてことしてくれたんや。大丈夫これ、 A を押すとふわふわできる。えちょっと待って、時間制限ある、何そういうこと、押すと上向きになるのね、すげえ。じゃあもうこれに、沿って基本的には集めていけばいい感じよというわけなんですよね、おそらく。で、タイマーがあるんで取ってしまって、でまあ大きいやつがちらほらあるから気になるよねこれ。スタンプがやっぱ手に入ると嬉しいのと、あとはいっぱい取れると嬉しいよね。ただこれはちょっと時間がなさそうなんで先進もうぜ。おゴール、どう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 、とりあえずあの仲間のケイトは確保したんでまあ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 、まあ、あの必ず取らないといけないものは取ったような予感がするんですけど、あ何これ、うわ叩くといっぱいなんかビーズ出てくる、やったぜ何なんでしょうね、なんかドロップみたいなアメちゃんみたいな感じで、あの瓶詰めされてたんですけど、それを頭突きでぶちまけて持って帰るという。うわちょっと待って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 、危ない、結構危なかった今。あ右が気になるぞあれ、ちょっと待って、投げよう投げよう投げよう、おおいけるねやっぱ、おお、へいあでやっぱこのお花がちょっとね可愛いですよね、このヨッシー、フラワーヨッシー。でもう一丁ぶつけて、あー大きいやつまで使って使い切ってしまったが、ちょっと補充していきましょうか。6、よし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 、これでマックスまで補充して、で隠し扉っぽいんでこれは期待していいんじゃないでしょうか
何が隠されてるの？あ、ビーズがいっぱい。ここはハンコ回収用かな、おそらく。で、あ、いいね、いいね、いいね。あと3つ。あ、めっちゃ出てくる。ちょっと待って、ちょっと待って、ちょっと待って、ちょっと待って。あー、取りたい、取りたい、取りたい。ジャンプして、届け。よし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 。で、ぴょんぴょんして、あ、いっぱい出てくる。お、お宝も出てきて、これでラストっぽいですね。なんで、食べて、食べて、あー、お花もゲット。やったぜ。あと1個。で、ビーズもあと3つなんで、わりかし順調なのかな、もしかして。で、こっちで大ジャンプっていうか、まあ、ぴょんして、ぴょんして、ぴょんして、うわー、斜めに飛んだ。で、このハテナぶつけて、何が出る？あ、ライフアップね、オッケー。で、飲み込む。飛ばすと？ばらけてしまった。で、こっちでビョーンってして、で、あそこの糸気になりますよね。あー、上に登っちゃダメよ。ふんばり。よし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 。で、解放して、これなんか絶対当たりでしょ。やったぜ。あー、で、これで味方をまた一人助けることができたと。よし、また世界を救ってしまったのか。で、ビョーンってして、おー、すげえ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 。わ、全自動、やった。これなんか見落としそうな。これ絶対なんか、あったでしょ、今のジャンプのところに。なんか、ちょっと待てよの何かがおそらくあるんじゃないですか。ない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 の？そんなバカな。騙されないぞ、僕は。なさそう。ないのか。ないね。疑いすぎか、ちょっと。じゃあ、全然もっと前に多分何かを見逃してたのかな。で、これなんか操作しちゃうと、あ、操作が効かない。もう完全に全自動なんですね。で、お花ゲット、よし、ゴールと。あ、でもこのお花を取ることによって、お花5個目は取れたんですよね。じゃあ、ビーズだけか、あとは。ビーズっていうか、ハンコかな。なんのかな、多分。で、ボーナス、リベンジ、行きたいんですけど、あ、お花はあれか、ゴールした時のお花はカウントされへんのか。まあ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 、なんか同じデザインやとちょっと疑っちゃうところはありますよ。え、ちょっと待って。はあ、ちょっと待って。た、卵投げパターンもあの、投げる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 、もう数で押してけ。はあ、高いところ、そっち斜めで、バウンドも利用しようぜ。はい、ちょっと待って。足んない、足んない、足んない。あー、結構難かった。くっそ。無駄玉とかも割と、なんか下の方に飛ばしてしまったりとかもあったんで、その辺が響いちゃったか、くそ。まあ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 、ボーナスはボーナスなんで。まだちょっとね、ビーズの使い道は、今のところ、無理やりクリアする予定も、まだないんで、まあ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 。お、これで次のヨッシーが、お、何の模様？スイカみたいな森のヨッシーが元に戻ったよ。おお、森のヨッシー、なんか木みたいなデザインなんですかね。で、あ、なんか不穏な、あれ絶対転がす系の岩じゃない？